東屋の日日これ口実、どうぞよろしくお願いいたします。日日これ口実は禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて一日一日をいいとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。東屋の日日これ口実では、今日は何の日から始めて、それに関連した事柄や歴史散歩的なことや、言葉の処方箋があればそういったこともお話しいたします。なぜならば、歴史は繰り返す。昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば幸いです。9月7日、今日は何の日？1641年の今日、徳川家綱が生まれました。徳川家綱は江戸幕府の第4代征夷大将軍です。また1721年の今日、徳川宗忠が生まれました。徳川宗忠は御三家の一つ、一橋家の初代当主です。家綱の方からいきますね。1651年に父である第三代将軍徳川家光が亡くなると、家綱はわずか10歳で第四代将軍となりました。家綱はそれまでの武力を背景にした専制政治、いわゆる武断政治から、武力によらず、礼儀や法令による祭りごと、いわゆる文治政治への転換を図ります。代表的な施策として、末子養子禁止の緩和。末子養子とは、大名の当主が嫡子、つまり後継ぎのいないまま、病気や怪我で死に瀕したとき、お家断絶を防ぐために、急遽縁組した養子のことを言います。しかし、この制度は、危篤状態に陥った当主の意思の確認が困難であることや、家臣などが当主を手にかけて、自分たちの都合のいい人物に当主をすげ替えるといった不正が行われることが危惧されましたので、江戸幕府によって禁じられていました。しかし、嫡子がいないために、お家断絶、取り潰しにあった大名家に仕えていた武士たちは、浪人にならざるを得ず、社会不安が増大することになります。というわけで、末子養子の禁止は、条件付きで緩和されました。続きまして、殉死の禁止。殉死とは、主君などの死に際し、家臣や妻が後を追って死ぬことを言います。殉死は、家臣が忠誠心を示すためで、武士らしい美徳であるとされていました。しかし1663年、殉死は不義無益、人の道に外れて益もないということで禁止されました。これは殉死によって優秀な人材が失われることを防ぐためで、家臣は主君個人に使えるのではなく、主君の家に使えるべきであるという新しい主従関係を表しています。三つ目は大名承認の廃止。江戸幕府が大名やその上位の重臣から祭祀などを人質として江戸に住まわせることを大名承認制度と言います。この人質が承認です。大名が幕府へ反旗を翻すのを抑止するための人質ですが、幕藩体制が安定してきた時代には大名家で下克上が発生する可能性がなくなったため、1665年に大名承認制度は廃止されました。幼くして将軍職に就いた徳川家綱ですが、穏健派将軍と言われるほど家柄や家禄にこだわらず、人々の心情に寄り添ってきたそうです。しかし家綱は実子に恵まれず、徳川直系の嫡子による世襲は終わります。家綱は異母邸の上の館林藩藩主、松平綱吉を養子に迎えました。後の五代将軍となる徳川綱吉です。
さてさて、徳川宗忠。徳川宗忠は江戸幕府第8代将軍徳川吉宗の四男でした。吉宗は徳川将軍家と尾張、紀州、水戸からなる御三家の血縁関係が薄くなってきたことから、将軍家の後継者を輩出する新たな家系を創設しました。吉宗の次男である宗武には江戸城田安門内の敷地を、四男である宗忠には江戸城一橋門内の屋敷を与え、それぞれ所在地の名前を取って田安家、一橋家と名乗るようになりました。さらに吉宗の長男である第9代将軍家重の次男重吉に清水門内の屋敷を与えて清水家を創設。この三家を合わせて御三家と呼ぶようになりました。御三家という名称の由来は、三家の歴代当主が公卿という職位についていたためと言われています。御三家一橋家の初代当主となった宗忠は、1746年に田安家当主となった兄宗武と共に幕府から10万石の領地を与えられました。一橋家はその後さまざまな展開により第11代将軍家成、第15代将軍慶喜を輩出しました。詳細は割愛して、今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。